皆さんこんにちは、ゾロさんです。今回はですね、スマートフォンで写真を撮るときにもっと綺麗に撮れたらいいなとか、旅行中とかですね、料理を食べてるときとか、綺麗に写真を撮れたらいいなって思うことがあると思うんですけども、今回はですね、スマートフォンを使って綺麗な写真を撮る5つのテクニックを皆さんにご紹介していきたいと思います。ではね、早速ね、撮影の方に行きたいと思うんですけれども、撮影行く前にですね、カメラの設定をですね、していきたいと思います。実際にですね、撮影する前にカメラの設定をしっかりしとかないと綺麗な写真とか撮れないので、設定の方はですね、するようにしてください。設定なんですけれども、設定の、カメラですね、カメラを選択で、まずはですね、2つあるんですけど、1つ目はグリッド線ですね。この構図の、カメラの中の構図のグリッド線を、出すようにしてください。でこれを出すことによって、ビデオで見た時にこうグリッドの線が出るので、しっかりと水平を撮れたりするので、このグリッド線は必ず出すようにしてください。であとは写真の方なんですけれども、4対3と16対9ってこうあるんですけど、16対9に設定することで画面いっぱいにですね、写真撮れることになるんで、16対9の方を設定するようにしてください。ということでですね、簡単な設定2つになるんですけど、以上になります。じゃあ実際ね、撮影の方に行きたいと思います。まず1つ目はスマホを反転させて撮影する方法です。普通に撮ると後ろの建物などが入ってしまい、写真がガチャガチャしてしまいますよね。そんな時はスマホのレンズを反対に向けてローアングルから撮影してみましょう。そうすることで背景に何も映らなくなり、シンプルで綺麗な写真を撮ることができます。また先ほど設定したグリッド線を意識して水平を保ちながら撮影しましょう。そうするだけでレベルの高い写真になるので、ぜひやってみてください。2つ目は明るさ調整をして撮影する方法です。普通に撮るとこんな感じ、フラットなのっぴりとした写真になることが多くなります。メリハリをつけるために逆光側に回って画面をタップ、明るさを少し落としてみましょう。そうするとエモいシルエット写真を撮ることができます。3つ目はポートレートモードを使った撮影方法。背景をぼかした、まるで一眼レフかと勘違いしてしまうほどの写真を撮ることができます。撮影方法は超簡単。ポートレートモードを選択して被写体をタップするだけ。この時被写体との距離感を調整してしっかり撮影していきましょう。他にも撮影場所にあるものを使って、前ボケを使って写真の幅を広げてみましょう。ススキを使って撮影するだけ、ふわっとした写真へ早変わり。もはや自分でも一眼レフで撮ったのかと勘違いしてしまうほどの写真を撮ることができます。4つ目はライブモードを使った撮影方法。滝などの動きのあるものを撮影するときに使ってみましょう。普通に撮るとこんな感じ。そんなときは右上のアイコンをタップしてライブモードをオンにしましょう。写真を撮影後、上にスワイプアップ、一番右にある長時間露光を選択すると、流れるような神秘的な写真を撮ることができます。5つ目はパノラマモードを使った撮影方法。景色がいい場所で普通に撮ってしまうと、せっかくの景色をあまり活かすことができてない写真になってしまいます。そんな時はパノラマモードを選択してスマホを横に向けます。下からゆっくりゆっくり上げていくと、景色を最大限に活かした写真を撮ることができます。他にも両サイドに竹林がある場合など、縦長の写真で奥行きを出したい時はパノラマモードを使ってみましょう。はい、ということで、5つの撮影テクニックをご紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、旅行先とか何気ない日常で、使ってみていただければと思います。じゃあ、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。